エストゥロイ島の海岸沖チャーヌビク村の方から見た岩、リーシンオ・ケリンゲンは、デンマークのフェロー諸島、エストゥロイ島のイジー村北部沖にある二つの海色柱。リーシンオ・ケリンゲンという名前は、巨人と魔女を意味し、その起源に関する古い伝説がある。巨人は、海岸から離れた71メートルの大岩で、魔女は陸地に近い、尖った68メートルの大岩で、 穴があるため両足を広げて立っているように見える。1996年、ポストワークフォーイヤが発行した切手伝説によれば、昔々アイスランドの巨人たちは、フェロー諸島が羨ましくなり、島を手に入れると決めたとされる。巨人と魔女は、フェロー諸島を引っ張っていくために、フェロー諸島に派遣された。彼らは、エストロイ島北西端のイディスカルール3につき、 巨人は海に泊まり、魔女は重いロープを持って山に登り、島と巨人の背中をロープで結びつけた。しかし、彼女がロープを山に取り付けて引っ張ると、山の北部は割れた。何度試してみても失敗し、彼らは夜通し苦労したが、山のふもとは固く、彼らはそれを動かすことができなかった。夜が明け太陽が巨人と魔女を照らすと、二人は石に変わってしまった。 二人は夜通し働き続けており、時間が経過したことにも気づかなかった。太陽の光はその場で石に変えることによって二人の仕事を止めさせた。それ以来、海を渡り祖国のアイスランドに帰ることを待ち望んでいる二人は岩となって立ち続けている。この伝説の多くのバージョンは、フェロー諸島に関する情報源で衝述されておりすべてフェロー語に由来している。 二つの海色柱はイジー村から北に歩いてから、海岸に向かって、東に曲がり、短い道と低い崖をたどると見ることができる。晴れた日には、ストレーモイ島のチャーヌビク村から素晴らしい景色を眺めることができる。チャーヌビクの村から見た二つの岩フェロー諸島の地質学者は、現在二本の足で立っているケディンゲンが、冬の嵐の間に数十年のうちに海に落ちると予測している。 20世紀の初めにはすでに岩の一部が壊れていた。ありがとうございます。